トランプ氏日本への影響、彼の日本嫌いはどこに起因するのか。不動産王として売り出し中だったドナルド・トランプ氏の政治的野心はこの頃芽生えたのかもしれない。1987年、ニューヨークタイムズなど誘致から紙に意見広告を載せて政府を批判した。日本やサウジアラビアのような金持ちの同盟国に防衛負担をさせない外交政策は軟弱だ。マスコミは未来のキッシンジャー、元国務長官にでもなるつもりか、と冷やかしたものだ。今や国務長官どころか、米大統領選で共和党候補指名を確実にしている。意見広告の2年後、三菱地所がニューヨークの象徴でもあるロックフェラーセンターを買収する。トランプ氏は日本非難の急先鋒となった。私の事務所に来た日本人がいきなり室内をカメラで撮り始めた。無礼を多めに見ていたらいきなり切り出してきた。I want property. I have money. 不動産が欲しい。お金はある。当時、得意にしていたジョークである。先頃ネブラスカ州で開かれた政治集会では、日本の牛肉関税に噛みついた。日本が米国に輸出する自動車にも高関税をかけるべきだというのだ。この主張も80年代から全く変わらない。当初は移民やイスラム教徒をめぐる暴言が注目された。実は日本叩きの方がずっと年季が入っている。民の声に続く。